E の愛は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は48。八。E の県28段門下。東京都世田谷区出身。東京都立地と石油高等学校卒。ジップの E の賢治が騎士であり、身近に将棋がある環境で育つ。そのため、将棋に馴染みがあったもの、本格的に女流プロを目指し始めたのは、高校2年と女流騎士の中でも、 だいぶ遅い。父と仕事をするのが一つと夢だったと話している。2005年に女流騎士の育成機関である女流育成会に入会。2009年より女流騎士になるための制度が変わったため、同年4月に関西研修会の D2 クラスに移った。研修会入会から4年3ヶ月、2013年6月23日に C1 クラスに昇級して、 女流3級資格を取得。資格申請をもって10月1日付での女流3級が内定した。その後の同年8月17日、アマチュア枠で出場していた第7期、マイナビ女子オープンの予選を通過し、女流3級から女流2級に昇級する規定、女流騎士商談級規定の女流1級に該当した場合を満たしたため、女流2級でプロ入りすることになった。 2014年5月9日、第36期女流王将戦予選で、大場美希を下して、本戦入り。それにより、女流騎士商談級規定の一級の条件を満たし、女流一級に昇級した。2015年8月1日、第9期マイナビ女子オープン予選決勝で、女流育成会時代に何度も対局した戦友である、高浜愛子と対局。 当時3級だった高浜にとって、悲願の女流2級がかかっていた対局であり、敗れた高浜の悲痛な姿を見て、いいのも目に涙を浮かべた。2017年度の成績は8勝6敗で、年度差しは形上を満たしたことにより、2018年4月1日付で女流初段に昇段。振り飛車等で特に見間飛車を得意とする。ありがとうございます。